はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、すごく今眩しいでございます。今日ですね、今日ですね、このカウルトップカバーを外して、このフロントガラスの、このカウルトップカバーの下の部分にアルミテープを貼っていこうかと思います。で、今日はですね、使うアルミテープこれなんですけども、アルミテープね、もちろん自分が使ってるのは 3M の導電性アルミテープというちゃんとしたやつね。で、まあいろいろ種類があるっちゃあるんだけど、ちゃんとしたやつをね使います。で、こちら今回ね使おうとしてるのはこれなんですけども、 3M の A4 シート3枚入りという導電性アルミテープなんですよ。 A4 サイズで3枚の、量があるので、結構量あります。だから貼ろうと思えばいろんな場所にたくさん貼れるかなと思いますので、で今回この下に貼っていくんですけども、まあこんだけねあるんで貼りたい放題貼れるかなと。普通のテープタイプあるじゃないですか、今使ってたこういう薄いやつね、こう横幅が10ミリの3メートルと、こっちとコスパ的に言うとあんま変わんないですね。こっちの多少安いぐらいかな、一応計算した上でやると多少安いぐらい。というわけで今回ねここに貼っていくんですけども、これ、こちらねそのままこのカバー外れないんです。確か、ここにタワーバーが入ってるんで、わかります？タワーバーが入ってるんで、これを外してカウルトップカバーを外すといった作業をまずねパパッとしたいと思います。はい、というわけで、ここにあったねカウルトップカバーが外れました。ここのねタワーバーのバー自体は完全に外さないと、外すのはかなり難しいな。この辺がね大体引っかかるんですよ。この上のなんていうんだろう、この部分、ショックのこの上の部分とか、この辺がねどうしても引っかかっちゃうんで、完全に外さないとかなり厳しいというか、ほぼ外れないと思います。アルミテープチューンね、どこに施工していくかっていうと、ちょうどここね、ここに多分線がちょうど綺麗にできてるんで、この辺までか、いやこれワイパーか、この辺ね、この下の部分、こういうちょっと汚れね、今から汚れを綺麗に洗いますけど、この汚れの部分に、ガーッとほぼ一面施工していこうかなと思います。はい、まずですね、このアルコールティッシュでこの汚れをきれいに拭き取っていきたいと思います。こちらで除菌できるアルコールタオルで、このガラスのこの辺を拭き上げました。何度かね、だからこの間ね、ここまでがカウルトップカバーが当たる部分なんで、この下の部分ねに貼っていこうかと思うんですけども、ちょっとこの辺が薄かったり、この辺が分厚かったりという感じですね。まあなんか汚れてる？もう何回もね拭いたんで、まあ、汚れではないと思うんだけど。はい、というわけで、こちらの薄い部分に貼っていきたいと思います。はい、というわけでね、このアルミテープをね使っていきたいと思います。で、これ見ての通りね、実はAmazonのアウトレットというやつ見えてるかな、はい、見えてるやつなんですよ。だから、ね、ちょっとだけ安かったです。うん、なんかね、多少ちょっとね、傷があるとかなんとかで少し安かったんだけど、全然使えるんじゃないかな。どうせ貼るときにくしゃくしゃに若干なるんで、まあいいかなと思いまして、まあこれを買いました。ここで風があるんでやりづらいんですけど、アウトレット品といってもね、基本 Amazon のアウトレット品なんで、まあ確かに若干傷っていうか、これへんかな。この辺がちょっとくしゃくしゃって若干なってる程度で全然問題ないですね。とりあえず切りますか。適当。風吹いてるんでちょっと斜めだったらこんな感じで。今日この 3M のある導電性アルミテープの、導電してますよっていう証明書が一応入っておりました。で、まあ適当に切ったんで、これをこう貼った方がいいかな。こう貼っていった方がいいかな。これに合わせてちょっとずつ貼っていきたいと思います。どう貼ろうかな。なんか切り方間違いだな。とりあえずでかいの邪魔なんで切ったっていう感じなんだけど、とりあえずそうですね、この辺から貼っていきますか。とりあえずね、この運転席側のここを最初に貼ってみました。ここはね厚めにまあ貼れるんだけど、この辺なんかほぼ貼れないよね。あとこの辺もねギリ貼れるかなっていう感じ。ちょっとあんまり触っちゃうと手の油ついちゃうんであれだけど、はい、でまあとりあえずね、できる限り密着をね、する
するための手でこすって空気を 0.1 ミリでも抜いて貼っていきたいと思います。ちなみにね、これ合わせ方として今やってるのはこう合わせて、ちょうどねここギリギリ分かるじゃないですか、カウルトップが重なる部分というか、ここに合わせてこのねガラスの面に合わせるんで、ここでこう押し付けると、こうやってね、そうするとこうやって線が入るんですよね、押し付けて、当たり前だけどね。でこれに合わせてちょくちょくハサミで切っていくんで、幅の上下が少ないかなと思います。これが多分一番いいんじゃないかなと思ってます。はい、はい、ということで、貼れるとこはね、頑張って貼りました。こんな感じね、こんな感じ、まあ、カウルトップカバーがこうやって、当たる部分っていうのを全部じゃないか、このワイパー部分、ここはねさすがにちょっと細いんで難しいかなと。であとはまあこんな感じで、まあ、大体こう貼れる場所にはこう貼れたかなと思います。これでまあちょっとね、フロントガラスのねあれがちょっとどうなるかっていうのはすごく楽しみなんですけど、であとね、カウルトップカバーに貼ったらどうですかって多分思う方いると思うんですよ、こんだけ細いからね。まあカウルトップカバーなんですけど、あれに当たる部分、ちょっとワイパーとか持ってるからあれだけど、この当たる部分っていうのはこうね、スポンジがついてる、これここの部分なんですよね。要はさっきのフロントガラスについてたこう傷じゃないけど、あれの部分がね、だからこれの内側に貼れなくはないかなって感じ。どうなんだろう、ここに貼ったらどうなんかな、確かにちょっと気になるよね。これもまあ全部が全部貼れないか、この間の部分ね、ここに貼ったら貼れなくはないけど、まあでもフロントガラスにね貼ってるだけでも効果は十分あるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ちょっとこれで一旦様子見てみようかなと。確かトヨタの公開してるやつも見ると、確かフロントガラス側だったと思うんですよね、貼ってるやつがアルミテープね。だから多分これで大丈夫かなと思うんですけど、こういうちょっとね隙間があれば、だからこうやってゴシゴシやってできる限り、密着させておりますと。で、元に戻していきたいと思います。今ですね、ちょっととりあえずカウルトップカバーを入れてみたんですけども、こちら、残念ながら若干はみ出てると、うん、この辺の点ぐらいだったらちょっとまあって感じなんだけど、穴を、ね、きっちり合わせたところで見ると、うん、完全にここら辺出てますね。これはちょっとやり直さなきゃいけないな、ちょっと爪でこう線を入れて、うん、ちょっと処理しましょう。今ちょっと軽く処理して、これ辺をねもう切りました。カッターで刃をこう軽く入れてスッと取って、切りましたんで、大丈夫かな。ちょっとここが出てるかな、ちょっと出てますね。これもちょっと処理して、組み立てていきたいと思います。はい、というわけで、カウルトップの取り付けが完了はしました。やっぱね、このタワーバーがあるのがすごく邪魔です。まあ、しょうがないんだけどねこれがなかったら本当ね、このカウルトップってネジを 1,2,3 個見えるかな、この 1,2,3 個外して、あとリベットが4つか、ここにあるんですけど、 1,2,3,4 この4つ外して、あとこのワイパーのネジね、 12mm だったけど、これを2つ外してポッと外れるんですよ。だからタワーバーがなかったら3分あったら今外せるかな、うん、普通に外してね、急ぎとかじゃなくて普通に外して3分あったら外せるんだけど、どうしてもタワーバーがあるせいでちょっとね、これがしかもね、六角がここね取りづらいっていうか、バッテリーのところだとこれを外さなきゃいけない。まずねこれを外して、で、この奥にある六角のねこのネジを外すと、うん、これもネジを完全に抜かないとバーが取れないんで、で片方だけだったら抜けなかったです、とりあえず自分の場合はね。で完全にバーを取って取るんで、結構ね取るだけでも15分ぐらいかかるんじゃないかな、うん、いやー、まあとりあえずですね、見ての通りほぼほぼっていうか、まあ普通にこう見る分だと
張ってるか張ってないか分かんない。ここがね、ちらっと見えてるかな。それだけ。ので、まあ、特にね、問題はないと思います。というわけで、やっと全部取り付け終わったんですけども、見ての通りもう真っ暗。真っ暗までないけどね、もうかなり暗いです。ヘッドライトは余裕でつけないと、もう見えないぐらい暗くなってしまいました。もう最近日が落ちるのがほんと早いよね。こういう時に早いよねって思うけど、実は毎日1日1分ずつ短くなってるっていう感じなんですよ。で、まあ今回使ったこのアルミテープの A4 タイプね。これ、非常に使いやすい、うん。やっぱ幅が広いからっていうのもあるかもしれない。幅っていうか、この好きなようにこれを切って使えるっていうのもあるかもしれないけど、想像以上に扱いやすかったです。今回ね、こんな感じでビーって適当に切ったんだけど、ほぼ9割ぐらいちょうど使いました。ちょうどね。だからまあ、なんだろう。まあ、切り方は悪かったけどね、一応その、量的にはちょうど良かったかなと。で、とりあえず、まあ、刻み1個で切ってやったんだけど、これの効果がまたよくわかんないよね。ネットで調べると、やっぱりこっからね、電気がまたこう、逃げやすくなるっていうので、刻み1個使った方がいい。っていう感じなんだけど、実際貼っても貼らなくてもっていうところで、まず貼って効果があるかどうかっていうところで、プラスこの刻みっこをやることによって、よりこうね、電気が流れるっていうんだけど、ここら辺がね、また難しいところ。一番やっぱ貼るか貼らないかで一番変わるんじゃないかなとは思ってます。まあでも一応ね、うん、一応刻みっこでやったんだけど、前回ちなみにね、前回っていうか、この前も実はやろうとして、刻みっこ忘れたんですよ。で、かつ、ハサミも乗ってないから、今日、二日目というか、二回目なんですよね。あそこまでバラした動画まで、実はね、また違う動画で、実はあったりするんですよ。で、いざやろうと思ったら、ハサミがないみたいな。で、また組み立てて、今日二回目なんですよ。はい。まあ、そんなエピソードもありつつ、うん。だからまあ今これいくらかな？これ Amazon の、リンク概要欄に貼っておきますけど、Amazon で検索するときは導電性アルミテープっていうよりは導電性アルミシートって検索する方がこのシートタイプが出てきやすいと思います。で、今ね、価格見ると1枚で1000円。で、これ3枚セットなんですけど、3枚セットで3042円と、あんまりお得感はないよね、3枚買っても。だから自分はこう3枚でアウトレット品やったんでちょっと安かったっていうのもあるんですよ。たまにアウトレットがポロッと出たりとか、3枚セットでも安い時はね、2200円、300円っていうのかな、であったりするんで、そんな、そういう時に買うのはちょっとお得かな。2500円とかね。2200円から2500円ぐらいのこう、値段がこう、ちょっと若干上下してるんですよ。3枚セットの方ね。1枚セットはずっと大体、たまに見る限り1000円なんだけど、3枚セットの時はたまに安くなってるんで、それもありかなと。ただまあ1枚あったら、正直ね、正直これ1枚あったら、この車全部いけちゃうんじゃないかなっていうぐらいありますね。まあ大体のところね、1枚と、まああとはトヨタの純正アルミテープを使うとかね。で、ほぼほぼいけちゃうと思う。どうだろう、この軽自動車で多分ね、フルで使っても、まあ、2枚あったら余るじゃないかな。こう、ドアとかいろんなところに貼ったとしてもね。まあ、でもそれでも、まあ、3枚あったら、こう、何かしらこう、いろんなところにも検証で使えるかなと思って、ちょっと多めに買ったし、まあ、何しろアウトレット品やったんで、結構安かったんですよ。結構安かったと言っても、まあ、2000円弱とかぐらいなんで、その3枚ね、まあ、セットで買っておくと、まあ、いいかもしれないけど、余るよね。今あんだけ買っただけでもこんだけ減ったとはいえ、あともう貼るところって言ったらもうハンドルの下。ハンドルの下も貼ってるし、もうこの辺とかか。でも一番ね、もう正直今までこういろんなね、アルミテープやってきてますけど、いろんなっていうかまあちょこちょこやってますけど、一番やっぱ効果があるのが、やっぱフロントが周りが一番やっぱ自分の中で効果があるなっていう感じです。特にバンパーね。やっぱ風が一番最初にバンって当たるバンパーの吹き。まあ、今回も多分効果あるかなと思うんですけど、フロントガラス。これちゃんと自分はもう、検証で、効果があったらあったっていうし、もうなかったらなかったっていう。ね、結局無駄な作業だったかなとか、そういう感じです。で、一応フロントガラスに、やっぱ、こうやって貼ると、一応効果としては、なんかフロントガラスになんかゴミとか、その虫がつきにくくなる
とは言われてます。まあ自分はね今貼ったばっかりなんで体感してないんでまだわかんないですけど、今後ねちょっとしばらく乗ってみてまたそのレビュー動画も出していこうかなと思います。うん、まあ、ちょっとわかんないんだよね。この辺はもう実際乗ってみて、しばらく乗ってみてね。まあ、ゴミがつきにくいとかいろいろあると思うんですけど、まだまだ、言ってまだちょっとね、虫飛んでるんで、うちの周りとかまだ蚊がめちゃくちゃいるんですよ。蚊がね。しょっちゅうね、こうドア開けた瞬間に入ってくるというか、蚊に好かれやすいタイプというか、そんな感じで。まだまだまあ虫はちょこちょこいるし、どんな感じなのかな。フロントガラスのあれで変わるってなるから、まあ貼り方がちっちゃかったかな。でもあれ以上貼っちゃうとはみ出ちゃうんでね。はみ出ないぐらいで貼るんだったらもうあれが限界かなっていう感じですね。あとはもう、カウルトップカバーのとこに、取り付けるっていう感じかな。カウルトップの下とかに貼り付けて、効果を見るっていう感じになると思うんですけど、うん、まあとりあえずねしばらく乗ってみて、レビューをしてみたいと思います。これでねさらに燃費も上がってくれれば最高かなと思っております。はい、まあそんな感じで、今回は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。